久保さん。まあ、確かにね。あの、今、市場価格2000万ぐらいになってますけど、2000万で売れても赤ですね。維持してるから。8年、もう9年ぐらい維持してますからね、僕は。8年9年。まあ、2000万以上は使ってますね、多分ね。普通に。まあ、その税金、保険、タイヤ代、オイル代、えー、タービン交換、故障の修理、まあ、全部もろもろ入れると、まあ、2000万ぐらいはね。 ガソリン代もね、全部、全部入れるともう2000万を超えてると思います。うん。まあ、だから、売る、売る気はないですけど。で、あの、実はですね、34GTR 乗ってる人が、あの、どう、YouTube やってて、あの、<laughs> その人が結構回してる動画があるんですよ。まあ、そ、今回ね、そのタイトルをパクるんですけど、まあ、BNR34、月額いくら 34GTR に乗る税金ローンなどの維持費を真面目に解説ってやつで。 これ16万回回してるんですけど、これ3年前ぐらいにアップロードされてるやつだね。うん。はい。まあ大体まあ僕がね、真面目に語るとするならば、まあまあ8年9年まあやって維持して、まああれですね、2000万ぐらいは間違いなく使ってるとは思いますけど、まあ大体ざっくり、ガソリン代だけでですよ。ガソリン代だけで年間100万ぐらいですから、まあ乗らなきゃいいですけどね。 乗った普通に乗ってて、僕、まあ今はね、ちょっとね、僕コロナなんで、あんまりその遠出しないのであれですけど、昔鹿児島から北海道まで行ってましたからね。<laughs> で、北海道の中も2周するとかね、宗谷岬2回行くみたいなね。<laughs> な<んか笑>とにかく全国車で回ってたんで、うーん、だからその時は100万ぐらいでしたね。うん、年間、ガソリン代だけで。そう。今は車であんま遠出しなくなったんで、 うんちょっと落ち、まあただね、コロナが落ち着いて全国でまたセミナーができますってなったら車でまたね、北海道道の駅全制覇とか、まあ全国の道の駅全制覇とか、まあ日本一周海沿いを走るとかね、もうこれ何個か僕は予定をさせてるので、それをやりますけど、まあそ,そこら辺になってきたらまた100万ぐらいかかると思いますね。で、プラスね、ガソリン代だけですからね、これ高速代も入れたらまたあれですけど <laughs>、うん。だからまあ、 なんすかねまあ、年間200、僕ぐらい、全国マジガンガン走るんだったら、全、年間で200万ぐらいは必要なんじゃないですかガソリン代とオイル代と、あとタイヤ。タイヤも1年に1回ぐらい交換しないといけないんで、それぐらい走ると。で、タイヤ4本交換すると、アライメントとか入れると、まあ、25ぐらいですか ?25 から30ぐらいですからね。で、オイル、オイルもまめに交換してますから、僕。 うん。あ、バカですよ。あの、車はおすすめしてないですね <laughs>。だけど、あの、それは好きかどうかなんですよね。要は、人から見たら贅沢、贅沢って思われるかもしれないですし、うん、バカだなと思われるかもしれないですけど、僕はそれは好きなんで、うん、別にガンプラね、ガンダムのプラモデルにね、何百万使ってる人もいるじゃないですか、多分 まあ別にいいじゃないですか。うん。好きなんだから。うん。キャバクラに何千万ぶち込むとかね。ホスト、ホストクラブに何千万ぶち込む人もいるし。いいじゃないですか。好きなんだから。うん。まあ、それはアーダーコー言ってもしょうがないので <laughs>。好きなんだから仕方ないですよね。なんでお前はその女性と付き合ってんだみたいなね。いや、好きだからっていう <laughs>、ね。ブサイクじゃねえかみたいなね <laughs>。俺は美人だと思ってんだけどな。みたいなね <laughs>。 いいじゃないですか、それで <laughs>、うん。まあ、なんかね、人のあだこーで言うのみんな好きですからね。人の通知を見たがるっていうね。みんな好きですよね。だから自分が好きかどうか、だから好きなものを所有したいから頑張れるっていう、逆に言うと。 僕はもうずっと100万キロ乗ろうと思ってるので,で100万キロ乗ったら僕ね雑誌に乗れる自信がありますからね 34GTR で100万キロ乗ってる人って多分あんまいない多分日本探しても多分100万キロは多分100万キロまず乗れる時間がみんなほとんどないので僕はの時間ありますからねうんしかも無茶できるんでそう 34GTR で車中泊する人もまあまあいないんでだから僕ぐらいじゃないかなって日本の34オーナーの中で100万キロを こうを本当に実現できる可能性があるのは僕一人なんじゃないかなとうん昔ね GTR マガジンっていまだにやってるんですけど GTR マガジンで3人の GTR 乗ってる人が40万キロ乗ってて 4, 4ページか5ページ特集ページされてたんですよ40万キロですよ3人を 100万キロだったら6ページぐらいいけんじゃないかな。100万キロまでの。34GTR100 万キロの歴史みたいな。追跡みたいな。多分6ページぐらい、なんか組んでくれそうな気がしますけどね。ネタ的には。多分絶対今後も出てこないと思うんですよ。100万キロ走る男、34。ま、そもそも 34GTR のものがないし、ね。34GTR で今、しかも、めちゃめちゃ価格上がってるのに、そんな距離ね、ぶち抜いて乗るやつもそんなにいないだろうし。うーん。 100万キロ行ったらね、ちょっと僕本当に GTR マガジンにオファーしますよ。もうそれも論んでるんですけど。ただで雑誌に載る方法ですね。100万キロ乗るっていう。だからその人生の思い出ですよね。だから僕が GTR34、だその思い出もあるんですよ GT。GTR マガジンにその,あの編集者にね、僕が応募するのも、なんで34の GTR 乗りたくなったのかっていうと、その GTR マガジンを見てかっけえなと思ったんで、それですから。 GTR マガジンがなかったら、うん、34憧れてなかったかもしれないんで、まあそういうね、いきさつも,もうコピーライティングで書いて、GTR マガジンのおかげですみたいな <laughs>。語り尽くすみたいなね、34GTR を <laughs> そう。何年後になるかわかんないですけど、まあ何年後、GTR マガジンがまだ、あのー、ね、廃刊してなければですけどね。いまだに GTR マガジンはね、半年に1回ぐらいのペースなんですけど、確か。 GTR マガジン配管するのは結構長いと思うんですよね。GTR マガジン。まあでもね、現行のね、やっぱ GTR は売られてるので、うん、まあ拝観、拝観することあんのかなうん。最新号は今年の4月1日ですね。 ずーっとやってますからね、この GTR マガジン。う,うん。あ、2ヶ月に1ぺぐらいのペースですか、これ。2、3ヶ月に1ぺのペースで出してますね、GTR マガジン。うーんずーっと続いてあるんですよ。 でもその多分まあ、現行の35もフルモデルすると思いますし、36も出るだろうし、多分 GTR っていうシャスがなくならないと思うんで、多分まあ、ずっとやるかもしれないですね。うん。なんかクラウンが久保さんなくなるっぽいですよ、クラウンが。うんこれありがたいですね。だから日産が GTR 作り続けてくれてるんであるならば、なくならないかもしれないですね。まあ、あと何年後になるかわかんないですけど G T、GTR マガジンに僕、出しますから。 そうオファーを投げるっていうね。はい、まあそんな感じで、な,なんだろうな、うーん、あれじゃないですか、あの、まあなんでもお金になります。うん、でもお金にするかどうかあなた次第ですね。で、これに関しても、いや、そんなのをね、お金にするなっていう意見もあるだろうし、いや、僕、あの、じゃあ、その、その人に対して、じゃあお金くださいと。<laughs> じゃあ、僕、僕にお金振り込んでくださいと。 GTR 維持するお金必要なんでお金くださいって言ったら誰もくれないでしょうね文句だけ言って <laughs> そんなの金にするな言っときながら金もくれないっていうね <laughs> いや同情するな指を指すなら金をくれと <laughs> 指を指すなら金をくれと <laughs> 別に指さしてもいいけどそっからお金降ってこないんでだからネタになったらお金になるんだったら俺全部やりますよねうん僕はね ただ、あの、僕が、なんだろうな、もう資産がね、5億円とか10億円とかでお金、えー、を稼がなくてもいいっていう風になったら、あまあなっても、まあ趣味でやってる、もうなんか趣味とね、お,かお金になるからやるのと、趣味でやっているっていう境目がないので、多分やってるかもしれないですね。まあ GT-R のなんか話題話したりとか、なんかするかもしれないし。 まあ、まあ、ちょっと境目がないです。うん。ただ、まあ、お金は稼がないといけないので、お金のために働くっていうのは、悪いことでもないですし、当たり前のことかなと。だから、お金のために働いて、早くお金のためで働かないようにするっていうのがいいんじゃないですかね。うん。僕は商品作ってこ、まあ、今週土,土曜日からまた商品売りますけど、完全売上げのためですもん。 うん。売り上げ上げないと給料入ってこないので。だなんで商品吉谷さんを売るんですか売り上げ上げるため。給料ないから。自分の会社の売り上げは自分で上げないと給料入ってこないので。なんで商品販売するんですか給料のためです。もう100%ですね。うん。まあ早くなんだろうな。うん。お金貯めて、うん。貯めるというか、まあ、あの、なんだ 運用していくっていう方向、余剰資金いっぱい作って運用していくっていうステージに行きたいですね。うん。まあ、それはまあ、あの40歳からちょっと計画立てますので。うん。でも最初はね、やっぱね、しょうがないと思いますよ。まあ、最初からね、お金のためじゃないっつって働ける人もいると思いますよ。全然その、楽しいから働くとかね、全然いいと思います。だけど、 現実的にお金は必要なので、まあお金のために働く、お金を稼ぐために何かをするかっていう、ただそれだけにシンプルなんですよね。うん。そうなな。なんかね、昔久保さんのなんか、再生数稼ぎですかみたいなね。<laughs> なんかちゃちゃ入れありましたよね。それって再生数稼ぎですかみたいな。<laughs> 再生数稼がなくて何稼ぐんだみたいなね。YouTube やってね。<laughs> YouTube やっても誰にも見られてないっていう。 1>, 1円にもならないですよね、うん。1円でもやらない、1円にもならないことができる人間っていうのは、1円を稼がなくてもいい人間ですよね。うん。僕はそう思いますけどね。うん、だって現実的にお金は必要なので、車の税金、車が所有してたらね、軽自動車でも税金あるし、も、まあ、しょうがないですよね、そこは。うん ということで、あのーね、ネタになろう、な、なんかこれいけるなと思ったら、もうバンバンや,やるべきですよ。バンバン。あお金降ってこないので。はい。いってらっしゃい。